少なたい、よろずたい、おっこつたい、みわかすみ。現在物語も佳境に差し掛かり、とんでもない展開が続いている呪術廻戦。そんな呪術廻戦最大の謎の一つといえば、少なたい、よろずたい、おっこつたい、みわかすみ。第216話で、仙台コロニーにてついに対面した二人ですが、果たしてどちらが勝利するのか。今回はよろずの正体や能力を徹底考察することで、とある可能性を見出します。それがよろずこそが、千年前の呪術前世のように、少なに次ぐナンバー2の呪術師だった過去。そして仙台コロニーで気になるのが、おっこつゆたとみわかすみの参戦です。ということで今回は、少なたい、よろず対乙骨対宮霞の頂上決戦について徹底考察していこうと思います。本考察動画は本誌単行本で第216話を見た方への内容になっておりますので、必ず一度読みになってから閲覧するようお願いします。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。では宿儺対よろず対乙骨対宮霞の展開を考察する前に、まずはですね、伏黒に受肉し欲を得た宿儺の現状の状況、次によろずの能力や強さを考察し、その上で宿儺対よろずがどんな展開になっていくのか、そして最後に乙骨と宮霞の参戦について考察していきたいと思います。そして第216話で描かれたのが欲。欲は本来家宝として秘蔵する器物を外敵から守るために呪化する儀式だろう。孤独で厳選された生物を潰し越すことで得られる呪力の溶液に器物を突き透過つけ込む。それをまさか呪霊で再現するとはね。第216話で判明したように、欲とは本来器物を孤独で生き残った生物の溶液につけ込むことで呪具にするという儀式でしたが、宿儺と恨めは孤独で生き残った生物の代わりに呪霊を使い欲を再現しました。伏黒恵みの自我、いや魂をより深くへ沈めるために。そして宿儺がなぜ欲に使っていたのか、その目的も明かされます。それが宿儺の中に眠る伏黒恵の自我を沈めるため。彼らの多くは受肉の過程で器の自我を殺し沈めている。そもそも第199話で天使のセリフによるとですね、レジや石ゴリル、カシモのように呪物が器に受肉すると器の自我を殺してしまい沈めているのが一般的。しかし第213話では宿儺が伏黒恵に受肉するも、内なる伏黒が宿儺に抵抗したことで宿儺の呪力がマキやイタドリなどの仲間を攻撃する場合に限り1割程度まで抑制させられていました。つまり宿儺は伏黒の自我を殺すことができない。そこで欲というわけです。しかし第215話では宿儺が欲後に宿儺の人差し指にはヒビのようなものが入っており、宿儺は完全に伏黒の自我を沈めることができていないことに気づいています。そして伏黒の自我をつなぎ止めている伏黒積み木の存在を消し去るため、宿儺がよろず討伐に動いたという展開でした。では欲は意味なかったのでしょうか。おそらく同胞を傷つけるとき、この肉体は俺を強く拒絶し術式への磁力出力を落とす。そして第215話で宿儺のセリフから分かるように、現状伏黒の仲間への攻撃時に宿儺の磁力出力は最大で1割以下になります。よって欲の目的は 100% の磁力出力を実現するために伏黒の自我を沈めるというもの。なので伏黒の自我が効果を発動する伏黒の仲間に攻撃するしか、どの程度欲によって自我が沈められているのかは判断できません。そういう意味ででも第216話で戦った石氷は実はあんまり意味がありませんでした。というのも石氷竜は伏黒の仲間ではありません。よって伏黒宿儺はですね、 100% の磁力出力で石氷を瞬殺できたわけです。とはいえですね、第216話で石氷のスイートすぎるという反応や黒田学校の反応はですね、乙骨相手にミスターリアクションとは別物。言うまでもありませんが、指15本の伏黒宿儺はですね、完全体ではないにしても乙骨を苦しめた2人よりも圧倒的に強者であり、乙骨自身よりもですね、はるかに格上の強さであることがわかります。次にヨロズがどんな能力を使うのか考察したいと思います。第212話にて正体を明かしたヨロズは背負っていた荷物を地面に置き、背中から昆虫のような羽を生やす。その後地面にひびが入るほどの勢いで空中へ飛び上がると、そのまま猛スピードで伏黒たちの前から飛び去っていきましたよね。現状ヒントがこのシーンのみですが、いくつか術式の可能性を探っていきたいと思います。結論から言うと、ヨロズの術式の候補はベルゼブブです。ヨロズの術式がベルゼブブの能力を踏襲したものである根拠は、ベルゼブブとヨロズに同じ羽があること、旧約聖書に登場していること、スクナとルシファーとの関係性。では、それぞれ見ていきましょう。まず一つ目の根拠はですね、ベルゼブブとヨロズに同じ羽があることです。そもそもベルゼブブとは、旧約聖書に登場し、キリスト教における悪魔の一人、ヘブライ語でハエの王を意味します。そして第212話で、ヨロズの背中に生えた羽は、鳥や昆虫の羽ではなく、ベルゼブブそっくりの羽であることがわかります。次に二つ目の根拠は旧約聖書に登場していることです。先ほども説明したように、ベルゼブブは旧約聖書、そして新約聖書に登場している悪魔、そして呪術廻戦では呪術前世の時代を日本の平安時代をモチーフにしながらも、たびたび旧約聖書や新約聖書の元ネタを使うことがあります。代表的なものですと、213話にて天使が使用した技ヤコブのはしご。ヤコブのはしごの元ネタは旧約聖書に登場する地上から天国に通じるですね、ヤコブが見たはしごのこと。このように旧約聖書をモチーフにしている共通点があることがわかります。次に3つ目の根拠は、スクナとルシファーとの関係性です。ルシファーがまだ天使だった頃、
神に挑んだ天界戦争においてベルゼブブはルシュアの右腕として戦ったという逸話が存在します。さらにベルゼブブはルシュアの次に実力を持つ悪魔としても知られています。そして皆さん、ルシュアといえば打天使ルシュアですよね。打天使として知られるルシュアですが、実は元はですね、天界で天使たちの長を務めていた大天使ルシフェルでした。大天使ルシフェルは非常に美しい姿をし、6枚の翼を持ったと言われています。しかしルシフェルは神に反逆したことから、神との争い天界戦争を巻き起こし敗北。その後は天界を追放された打天使、以後は打天使ルシファーと呼ばれ、地獄で悪魔の王として君臨するようになるんです。そんな打天使ルシファーの右腕だったのがハエの王ベルゼブブなんです。これがざっくりとしたベルゼブブとルシファーの説明なんですが、呪術廻戦で打天使といえばスクナですよね。つまりスクナが打天使ルシファーをモデルとしている場合、ルシファーの右腕であるベルゼブブをモデルとしているキャラクターも存在するはずなんです。そう、それがヨロズなんです。ちなみにベルゼブブがヨロズの場合に、スクナとヨロズの関係も読み取れます。ベルゼブブは打天使ルシファーの右腕であり、地獄ではルシファーに次ぐ実力者だったので、ヨロズはスクナの右腕だった過去があるかもしれませんし、何より1000年前の呪術全盛の平安時代にスクナの次に強者だった可能性もあります。しかしスクナの右腕といえばヨロズというよりも裏嫁の方がしっくりきます。この辺は芥見先生がオリジナル要素として微妙に聖書との設定を変更しているのかもしれませんね。ここまではヨロズの術式がベルゼブブをモチーフとしている説を考察してきました。ただベルゼブブの羽を生やして飛行する能力だけではないでしょう。ただの飛行能力だけで全盛期のスクナと戦うのは不可能だと思います。おそらくヨロズの術式にはコンセプトになる効果があり、その派生の能力として飛行能力があると思われます。昔から君たちはヨロズの一方的な片思いだろ。第216話でスクナとヨロズの関係について賢者が語っていますが、このセリフから読み解くに、ヨロズはスクナを倒すことを目的にしつつも、スクナは相手にしていなかったことがわかります。となると少なくとも1000年前ではスクナの方が実力は上。しかしヨロズは完全体スクナに何度も挑んでいることが予想され、それでもスクナに殺されずに生き延びて呪物になっていることからも、ヨロズの実力は完全体スクナに及ばないものの、スクナに殺されないほどのかなりの実力者。監督師ですが、もちろんキャラの好き嫌いを度外視して忖度なしに評価すると、過去の術師の中ではヨロズは賢者クラスの実力者を秘めていてもおかしくありません。そして乙骨といい勝負をしていた石氷がスクナに瞬殺されていたことから、ヨロズがスクナ相手に217話以降である程度は粘ることができれば、ヨロズの実力者はスクナや五条悟には及ばないものの、乙骨や賢者よりもやや上の力量という感じでしょうか。まとめるとこんな感じになりそうですね。ちなみにスクナに対して好戦的という意味ではかしまじめと重なる部分もあります。ではヨロズの能力を定義したところで、ここからはスクナ対ヨロズがどんな展開になるのか予測したいと思います。ただですね、まず考慮しなければならないのが伏黒恵の抵抗。おそらく同胞を傷つけるとき、この肉体は俺を強く拒絶し、術式への磁力出力を落とす。第215話でスクナのセリフからも分かるように、現状ですね、伏黒の仲間への攻撃時にスクナの磁力出力は1割になります。そんな中、スクナが現状戦っている相手はヨロズ。とはいえ、器は姉伏黒積み木。伏黒にとって大切な姉をこのまま殺されるのを良しとはするはずもなく、これまで以上にスクナに抵抗しようとするはず。とはいえ、磁力が1割になるのは、第215話の虎杖とマキと戦っていた時までの話です。その後スクナは第216話で欲を得て、完全に伏黒恵の自我を沈めるまでにはいかないまでも、ある程度は欲の効果により伏黒の自我を沈めているはずです。つまりスクナの呪力出力は同胞を攻撃した際に1割ではなく5割程度、場合によっては8割から9割程度まで復活しているのかもしれません。そうなるとスクナはですね、伏黒恵の能力を使える状況、指15本分の能力、呪力出力8割から9割というステータスになります。そして戦いを予測するにあたり、まずはそれぞれの術式や戦闘スタイルについて軽くおさらいします。ヨロズの術式はベルゼブブの術式と予測し、超高度な領域展開も何かしら使えるでしょう。そして体術などが主な攻撃手段。それに対しスクナはですね、スクナの従来の術式である斬撃を操るカイト8、炎を操るボックスフーガ、領域展開フクマミューシ、受肉者伏黒の肉体に刻まれた術式である特殊の解剖術や看護を得て、そして体術などが主な攻撃手段となります。また先ほども考察したように、スクナの呪力は欲を得て伏黒恵の自我を沈めており、8割から9割まで使えると想定。そして呪術廻戦における戦闘描写はまず互いの術式を展開することから始まるので、ヨロズとスクナの戦いの序盤でも互いの術式を駆使したバトルが描かれると思われます。呪符を使うありきたりな術式ではない、応用も効く。かつて第9話でスクナが評価していたように、特殊の鍵防術最大の売りは応用力の高さ。序盤はスクナ本来の術式であるカイト8をはじめ、飛行能力とですね、電気の術式特性を有するヌエや、高い攻撃力を誇る玉剣光など特殊の鍵防術の応用力を
生かした豊富な攻撃手段で宿儺が攻撃を仕掛けると思われます。それに対しヨロズはですね、飛行能力やベルゼブブの術式を駆使し攻撃を回避もしくは受け止めようとするはず。宿儺優勢で戦いは進むもヨロズに決定打を与えられない展開が続き、そこで考えられるのが双方による領域展開です。ヨロズも強力な領域展開をするでしょうが、ポイントは宿儺の領域展開。宿儺は伏黒に受肉したことで福間勇士看護相手の2つの選択肢がありますが、ヨロズ戦では看護相手を披露するともあります。その理由は大きく3つ。1つ目にヨロズに逃げられないようにするため、宿儺はですね結界を閉じない神業である福間勇士を披露する可能性がありますが、ヨロズは飛行能力を持ちとてつもない速度で移動することが可能となると、福間勇士から最悪逃れるかもしれません。よって結界を閉じる看護相手を選択するでしょう。2つ目に看護相手の完成形が披露されていないことです。伏黒の看護相手はこれまで安八橋での特急ジュレとの戦いと芝居戦でのダゴン戦、死滅回遊でのレジ戦で使われてきましたが、3回でも全て未完成、つまり完成形がはっきりしないんです。よって宿儺によって看護相手の完成形が披露される可能性が高いです。そして3つ目に宿儺が欲しかったのは未重複の式神ではなく看護相手だったからです。あの時伏黒恵に感じたのは術式のポテンシャルと俺への耐性だ。宿儺が伏黒に受肉したのは大きく器としてのポテンシャル、徳佐の影防術のポテンシャル、この2つを感じ取ったからでした。とはいえこれまで第212話の受肉以後注目されてきたのは伏黒の器としての側面が多く、宿儺が徳佐の影防術を欲しがった理由はまだ明かされていません。さすがに巨大なヌエが召喚したかったわけではないでしょう。そして術式を付与した聖徳領域が領域展開ですよね。つまり領域展開看護相手には徳佐の影防術が付与されているわけです。そういう意味でも宿儺が徳佐の影防術を欲しがった理由は未重複の式神2体看護相手、この2通りが想定できます。いい、それでいい。現に宿儺は八十八橋での戦いで伏黒の看護相手を称賛し、宿儺は看護相手の方を狙っていた可能性が高いと言います。以上3つの理由により宿儺はヨロズ戦で看護相手を放つことになるでしょう。そして 100% の看護相手によってヨロズは領域の押し合いで負けて、領域に飲み込まれたヨロズは超武器積みの枕を召喚され、必中化した枕の攻撃や貝や鉢を食らい、積み木者とも命を落とす可能性が高い。そして不気味なのはオッコツイタの存在。ヨロズによってコロニーが出入り可能になったとはいえ、オッコツイタが仙台コロニーにいないのは気がかり。オッコツのことなので仙台コロニーで一般人の救護などをしていることも考えられ、未だに仙台コロニー内にいることも想定できます。また石郷リュウロタカコ黒漆とのよそどもえの戦いに参戦した際には、一般市民がプレイヤーたちの戦いに巻き添えにならないようにオッコツは配慮していました。となると宿儺対ヨロズの大怪獣バトルでは再び仙台市民が危険にさらされ、第2の渋谷になる可能性もあることから、オッコツは宿儺対ヨロズに参戦するでしょう。とはいえ先ほど解説したように、石堀竜に苦戦していたオッコツは石堀竜を瞬殺した宿儺の足元にも及びません。そこで考えられるのがヨロズとオッコツの共闘になります。仮に1000年前にナンバー2だったヨロズとオッコツが組んだ場合はですね、指15本分の宿儺であればいい勝負になるのかもしれません。また仙台コロニーといえば宮霞です。厳密に仙台かどうかは不明ですが、仙台コロニー編のラストのコマで闇落ちした宮霞が描かれていることから、宮が仙台にいることが示唆されていきました。闇落ちしたように暗い表情をしていた宮ですが、理由は渋谷事変で最愛のメカ丸を失ったからでしょう。よって渋谷事変を起こした賢者を憎むのは想像できますが、いくつか疑問もあります。最も代表的な疑問が、賢者に復讐するためとはいえ学生の中でも弱い部類に入る宮が賢者少ないヨロズなどの過去の猛者たちと戦えるのでしょうか。そこは漫画なので何でもありですが、考えられるとしたら進化流を極めることでしょうか。つまり進化系流奥義の存在。現実世界の剣術や獣術などもそうですが、流派には奥義がつきものです。漫画の世界でもルローニケンシネは飛天満流奥義、アーマー×竜のひらめきなどの奥義も存在し、進化系流にも奥義が存在するはず。よって考えられるあらすじとしては、メカ丸を失い悲しみに暮れたミワは賢者への復讐を誓い渋谷事変後に進化系流の最高師範の元へ向かう。その後進化系流の奥義をマスターし仙台コロニーに入りプレイヤーとなる。しかし仙台コロニーはオコツータが治めた後だった。ところがその後1000年前の最強の術師であるヨロズと宿儺が襲来。一般人を守るためオッコツイタもそこへ参戦し、闇落ちした宮はターゲットの賢者がいないものの戦いに巻き込まれてしまい、宿儺を倒すために進化系流奥義を披露するという展開でしょうか。という感じで考察してきたんですけど、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。では